就任は自然な流れと、自分の中でいつか監督をするとどこかで思っていた、いやいや、特にはなかったんですけど、本当は何もしないって、辞めた時に決めてたんですけど、まず娘から、何もしない父は嫌だって言われて、なので、それがあって、お父さんがずっと家にいるの嫌だって言われたんで、やっぱ働かなきゃなっていうのがあって、あの時、40歳。40歳から家にいるお父さん見たくないわっていうところで、働いて、もう一回働き始めたっていうのが本当で、もしそこで、家族が別にそれで良ければ、多分、何もそういうことを想像はしなかったとは思いますね。40歳で早予定の独身は、高みの見物。まあボケるから嫌だよな、そら。のごろうやん。Y も40歳でずっと家におるで。娘はおらんけど。何かに打ち込むかっこいい親父のままでいてほしいやろ。そこらの親父より金持ってるで。金稼いだらもう働かなくていいのが理想やろうが。金あっても昼間から家で酒飲んでる親父は嫌だろ。Y は親からは世出ていけって言われる。似た境遇同士応援するわ。いい歳して働かない奴なんて世の中に不要やからな。お父さん。言うて解説とかでそれなりに稼働してたんじゃねえの。そりゃ現役時代よりは休み多かったろうけど。10話は夜働きにしつろや。Y は公園にいるからセーフやな。だからって監督みたいな過酷な仕事選ばなくてもと思ってしまう。それこそ解説とか。家にいる中高年おじってガチで家事もせずぼーっとテレビやネットしてるから。とにかく外で何かしてほしいってのはわかる。お父さんかは働け中。うとまで川かかじ。定年までの超長期政権やね。実況版なんて銃みたいなやつのたまり場やろうしな。なんか引きこもりニートが共感しててくさ。悪いけど天と地の差やからな。そのうち叩かれまくってる父親の姿見て発狂すんじゃね。監督はともかく家族に SNS やるななんて言えないしな。愛しいパパ、おはよう、師匠。ま、40歳で家にいる息子見たくないわ。お父さんは働かないの？娘も火の玉ストレートの持ち主だったか。なぜ過剰に反応にするのか。小4時30分家族で一番早い。出発。5時00分、愛車の中は釣り具だらけ。到着、5時30分、周りの顔見知りに挨拶。朝食、6時00分、自作のおにぎり3個。帰宅12時坊主で帰ることは少ない。昼寝、13時00分、クラシックを聴きながら。起床、15時00分、庭でゴルフの練習。夕食、18時30分、釣った魚をつまみに晩酌。就寝21時翌日の釣りの用意をしてから寝る。この家族のメンタル強すぎる。実際父親が働かずにずっと家にいるって子供からしたら結構ストレスだよな。ご両親の話を聞きましょうというテーマが教育では往々にしてあるから。お父さんはお金持ちなのでずっと家でゴロゴロしてますなんて言いたくないやろな。娘が働く年になったら父の偉大さを改めて知るんだよな。もちろん藤川は軽い気持ちで言ってるんやろうけど、普通の人間の何倍も努力して働いてたんやから娘も引退後はゆっくりさせたれよと思う。監督なんて誹謗中傷の敵なんだから給仕娘は後悔することになるだろう。お父さんと同じくらい稼いでから4年ハグハグハグ。いつまでも熱意を持って働く親を子供は見たいんじゃね。それな、金があるなら働かなくてもいいけど趣味なりボランティアなりなんかに打ち込んでてほしい。この人くらいになると存在してるだけで働いてるようなもんだろう。女は父親は夫の職業でマウントを取る生き物だからな。そら無職は嫌やろ。そこで実際動き出せるのもすごい。なんか同じような話他の選手でもあった気がするな。言うていくら稼いだんだ？娘の気持ちもわかるけど金は十分でしょ。リモートワークはい。憤慨。なおさえしなし。鳥谷にも子供がこう言ってくれないかな。まあ年頃の子供からしたら平日いつも親がいるのは嫌やろな。暗黒時代のメンバーはコーチ経験とかあっても全く使い物にならないから優勝と勝利を知る世代がやった方が良い。
なんつうか十分働いて金も稼いで税金も普通よりはるかに納めたのに家にいるのは悪みたいな価値観って令和の先に行っても根強く残るんだろうな。親の凄さってやっぱり子供にはわからんのだろうな。ヒュージの野球選手としての凄さは置いといても、40で家にいて食うに困らないってめちゃくちゃすごいことなのにね。みんなと違うのを嫌うってだけやな。40歳で娘もいなくてすまんな。そこらの親父の10倍以上金はあるやろ。けど子供からしたらちゃんと働いてる親のがいいよな。家族思いで、メンタル的にもしんどい野郎阪神の監督やる藤川かっこええわ。40代の親父が家にいても、何一つ不自由なく暮らせるヤバさに気づくのは。あと十数年後か。男女平等だの叫ばれてる世の中でよく言えるよな。どれだけ偉大なことしたかも知らんのだろう。働かなくても生活はできるだろうけど、何もやらんとボケちゃうしな。解説程度でよかったと思うけど、監督やるくらいまた没頭できるものができたならええことやんけ。コーチからの発が絶対今後ええと思うけどな。警察、またあなたですか。公園から出ましょうよ。甲子園での解説なら3時頃まで家でゴロゴロできるからね。そら娘は嫌がる。金あるんだからいいだろうに。多くの場合、女がずっと家にいてもあれこれ言われんのは、家の維持という仕事をやっているからなんやで。何もせずに1日中ぐうたらしてるだけだったら、女だって苦言呈されるわ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。